こんにちは、トミーです。今回はインテリアをテーマに話をしていきたいと思います。皆さん、おしゃれなインテリアを作るにはセンスが必要と思っていませんか？実はインテリアコーディネートには法則があって、これさえ押さえておけば誰でも簡単に垢抜けた印象を作ることができるんです。これはグラフィックデザインやファッションコーディネートの分野ではすでに多くの書籍で語られていることで、同じことがインテリアについても言えるんです。そこでセンスに頼らないインテリアシリーズとして、これから何回かに分けてこの原則ロジックについて話したいと思います。今日はその中でもベースとなる基本の大原則について話していきます。それでは始めましょう。インテリアでまず押さえるべき法則の一つは、シンプルと複雑性のバランスを取るというもの。これは文脈によってスムースとラフ、秩序と無秩序と言い換えることができますが、洗練されている印象の部屋のインテリアはこのバランスが程よく取れているんですね。シンプルというのは要素数、色数が少なく形も単純、つまり情報量が少ないということ。その結果清潔感がありすっきりとした印象になります。一方、複雑性というのはその逆で、色数、要素数が多く、また装飾が入っていたりと情報量が多い。その結果賑やかで華やかな印象になります。しかしこれがどちらかに偏りすぎてしまうと、途端に居心地が良くない空間になってしまいます。例えばシンプルすぎる部屋、シンプルもね、度が過ぎてしまうとすっきりとはしてるんだけど無機質で寂しい、何か物足りない印象になってしまいます。逆に複雑性に偏りすぎる、つまりこういった物が多かったり、物は少なくても装飾が前面に入っているような空間になってしまうと、ごちゃついたうるさい印象になってしまいます。シンプルライフ的視点では7対3でシンプルめにバランスを取るのが良いと考えます。シンプルだけど少しラフさがあるというのが垢抜けた印象を作ります。少し具体例を見ていきましょう。すっきりと洗練されていて心地よい空間ですね。先ほどの原則に基づいて見ていくと、空間自体が白のとてもシンプルなものになっています。一方で置かれているアイテムはそれぞれ複雑性を持っています。例えばスタンドライトの足の形や椅子のフォルムも曲線的で凝った形になっています。また素材を見ていくと、キャビネットには木材特有の木目のテクスチャーがあったり、テーブルの足がアイアン、ソファーや椅子はレザー、ライトはファブリックを使っていたりと、それぞれ素材感を感じられるアイテムを組み合わせて複雑性を出しています。ただし色数については、白と黒以外にはブラウンと濃いブラウンのみと少なく抑えています。まとめると、空間はドシンプルに振り切った上で、家具は少ない色数に抑えつつ、形や素材感で複雑性、ラフさを加えてあげることでいいバランスを保っているわけです。もう一つだけ例を見ていきましょう。こちらのお部屋も垢抜けた印象の空間になっています。床材に古材が使われていたり、壁がラフな塗り壁になっていたり、照明も形がかなり凝ったものになっていたりと、ベースとなる空間そのものがラフで複雑性を持っています。一方でメインの家具となるソファーや椅子の張り地やフレームの素材はプレーンでスムースなものになっているため、空間全体でバランスが取れています。ここで試しにこの部屋の壁、床を滑らかシンプルにして、照明も外したらどうなるか見てみましょう。はい、いかがでしょうか。空間全体のバランスが一気にシンプルによってしまい、ちょっと物足りない印象になってしまいました。比較すると、好みはあるかもしれませんが、やっぱり元の方が垢抜けで感じますよね。これが空間全体でバランスを取るという効果になります。そしてこのバランスは時間が経つにつれて自然と無秩序側に寄っていくという法則があります。これはエントロピーの法則と呼ばれており、理系の方であれば熱力学で勉強された方もいると思いますが、これは自然世界は常にエントロピー、無秩序具合が増大する方向に進むという法則です。インテリアについても同じことが言えて、一度部屋を整理整頓しても日々物は増えるし、配置も乱雑になっていくし、家具の表面は経年変化が進んでラフになっていくものです。こういう理由からも7対3でシンプルめにバランスさせることをお勧めしているわけです。以上がインテリアコーディネートの大原則になります。こ
こからさらに深掘りして、このインテリアのバランスを整えるにはどうしたらよいか、具体的な方法について話をしたいと思います。まずは物を減らして空間のベースをシンプルに仕立てていきます。使っていないものを処分したり、生活感があるものは隠す収納で視界から排除していきます。私はこの引き算の作業が一番重要だと思っています。なぜなら違和感やノイズを排除していけば自然と整うからです。断捨離のコツについては過去の動画、部屋を整えるやキッチン下を整えるという動画でお話していますので、そちらを見てもらえると嬉しいです。続いてシンプルになったこの空間に複雑性を足していくステップになります。まず家具を導入する際にはラフさやディテールのあるものを選ぶのがおすすめです。例えばアンティークもので表面にラフな使用感があるものや、節があったり木目がしっかり出ている木材のもの、またこういった編み込んだ素材を使ったものや、金属やガラス、モルタルなど異素材を取り入れるのもおすすめです。アイテムで言うと一番最初にお金をかけるべきは椅子が良いです。こちらの本によると北欧家具で有名なデンマークの人々はまず初任給で椅子を買うそうです。椅子は部屋で心地よく過ごす居場所を作ってくれるのと同時に造形的な美しさがあります。つまり道具であり美術品でもあるわけです。いい椅子が一つあるだけでぐっと垢抜けた印象を作ることができます。しかもソファーよりコンパクトなので狭い部屋でも取り入れやすく、加えて引っ越しで買い替える必要がないので長く使い続けられます。おすすめの椅子についてはまた別の動画で紹介したいと思います。次に植物を置きましょう。ある程度ボリュームがある植物を置くことによって空間に色味が足され、葉や茎の形状により程よい複雑性、味わいが生まれます。インテリアグリーンの取り入れ方にはいくつか方法があり、鉢物を置く方法やハンギングといって吊り下げる方法、また土を部屋に持ち込みたくない場合にはこういった切り枝を飾る方法があります。ドライフラワーにして飾る方法もいいですね。またうちではサボテンを水耕栽培して楽しんでいます。一度根っこを半分ほど切り落として乾燥させた後に根っこの先端を水につけておくと新しい根っこが生えてきます。植物についてもこちらの動画で話していますので見ていただければと思います。最後の仕上げは照明です。この照明は空間を光と影で演出する効果があり、この選び方、置き方次第で部屋のおしゃれ度を一気に上げることも逆に台無しにすることもできる最重要アイテムだと思っています。インテリア雑誌カーサブルータスでも何度か特集が組まれていますね。そしてまず押さえてほしいのが一室一棟ではなく多棟分散です。日本の住宅では天井照明を使っている家庭が多いと思います。この天井照明は一つだけで部屋全体を明るくすることができるのでとても効率がいいのですが、部屋全体に均一に光が当たるので影が消えてどうしてものっぺりとした単調な印象になってしまいます。そこでこの天井照明をやめて複数の照明を使いましょう。これによって光源が分散され陰影が生まれ、空間にメリハリ、奥行き感が出てドラマチックな印象を作ることができます。谷崎潤一郎の陰影来散という本、これは世界中の照明デザイナーの教科書になっているようですが、この中で美は物体にあるのではなく物体と物体の作り出す陰影の綾、明暗にあると考えるとあり、影の美しさを綴っています。複数の照明器具を使うことによってこれを実現できるのです。実際に居心地がいい空間、例えばカフェやホテルのラウンジなどもこのような多灯照明になっています。具体的な照明器具の選び方やおすすめの照明はまた別の動画にしたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はセンスに頼らないインテリアシリーズ第1弾として基本原則を解説した上でインテリアをおしゃれにする4つの方法を紹介しました。今後おすすめの家具や照明器具の選び方なども紹介していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また質問等あればコメント欄に記載してもらえればと思います。それでは今日はここまで。終わり。